どうもミスタードライですけど、ね、今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。福ひろとさんの動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、もうとうとう福ひろとさんスピ解放いたしました。まあ、なんでねスピ解放したのかと言いますと、今年からですねマッスラの表記が変わったんですよね。いや、これめちゃくちゃでかくてですね、まあ、福ひろとさんってね何が強いかっていうと、このストレートね、動くストレートにツーシーム持ってたじゃないですか。で、スラカット。ほんで、フォーク1とかスクリューとか、まあ、あらゆる球種結構リアタで強いんですけれども、今回ね、そのストレートの表記が変わってるんですよ。はい、これがね、今年の福さんなんですけれども、これ、マッスラって書いてるじゃないですか。今年からね、このマッスラっていうやつが、ストレートと同じ回転なんですよ。なんですか、このムービングファストの、このマッスラ回転じゃないんですよ。っていうことは、もうこれストレートとツーシーム投げた瞬間どっちか分かっちゃうんですよね。まあ、そうなっちゃうとやっぱりね、福ひろとさんの魅力みたいなのがなくなってしまうんですよね。というので今回もねスピ解放いたしましたんで、皆さんもねスピ解放していいと思ってます。まあ、正味ね、普通のこのマッスラのやつでも強いと思うんですけども、まあ、僕的にはね前の福さんの方が強いと思うんでスピ解放いたしました。いや、最近ね、中日純正ね、継承するか迷う選手多すぎるよね。小笠原慎之介、柳優也、高橋周平などなど、もう山ほどおるんですよ。なんでね、難しいですけど、やっぱりね、スピ解放って結構大事なんで、スピリーグとかになってくると、やっぱこういうね、スピ解放してる選手っていうのが上に上がっていくんですよ。まあ、もちろん能力もあるんですけども、やっぱね、自分はそういうところで負けたくないなっていうので、スピ解放いたしましたんで、今回この福ひろとさん使って、リアタイの方やっていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。先発松葉さんですけれども、相手の方ね4割もありますんで、ちょっとねもう先頭バッターしっかり抑えたらすぐ行きたいと思います。ということで、まずはねしっかり先制点を取っていく必要がありますんで、まずは1番中村のりさん行きましょう。なんで1番のりさんやねんって感じだけど、いかつくていいっすよね、これ超広角にアーティストですよ。はい、のりさん最高。オッケーオッケー。メルセデスちょっと難敵やけれども、そう、このメルセデスと同じ使い方ができるわけですよ、福ひろとさん。これがほんまにいい例です。メルセデスもね、やっぱもうこの巨人バージョンを一生スピ解放してなあかんよね。今のわかる？今のがマッスラです。今の福ひろとさんはあれがなくなっちゃったということです。つまりね、もうメルセデス中継ぎ版のメルセデスみたいな感じなんで、さあ、この技ありのバッティング見していく。オッケーオッケー。まずここでね、メルセデスさんの強さと攻略法を見せたところで、その後でね、福さんでしっかり抑えていったら、完璧な動画なんじゃないかなと思いますんで、ちょっとやっていきましょう。これ今の通信名ね、よし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 。今のもね、回転難しいですけども、しっかり見極めることによって、ボール球でも拾っていっちゃうと。言ったところです。さあ、タイピン回来ました。ストレートがもともと A なんで、タイピン、もうメルセデスのタイピンぐらい曲がります。あ、なんでやねん。失投が一番打てない説マジであるからね。マッスラツーシーム対決になるとは思わなかったね、まさか。今のやね、やっぱり、マッスラツーシーム見極めむずいけども、ここはメルセデスをしっかり攻略していく、オッケー。これね、でも、超コントロールにタイピン近いやから、メルセデスは正味最強ピッチャーではございますけれどもね。はい、ということで、ビエイラやってきました。もうビエイラになってくると、全くタイプの違うピッチャーなんですけれども、ここもあと2点ぐらい頑張って取りたいな。おいしょ、オッケー。めちゃめちゃバッティングの調子良くない最近。さあ、ここは代打周平行きましょう。前回ね、周平2023年バージョン使ったっすけど、やっぱりこっちの方が強いわ。うん、見とってね。やっぱこっちの方が強いです。はい、これ、ボール球でも打っちゃう。最高です。からの代打、森野さん。えぐい！超チャンス、ライドラ、プルヒ。もうライドライブにね、プルヒは関係ないんで。プルヒッターでもしっかり打っちゃいます、もうこの男は。今よりずっと朝が見えるはず。ほら、ボール球でも打っちゃうんですって感じですね。ここはちょっともう、そのまんま行こうか。あ、やばい。ああ。よっよっ。おお、レフトやらかすレフトやらかしていく。ちょっとね、もうこれ以上点取っちゃうと強制コールドになっちゃうんで、
わざとアウトになってね、フクヒロトさんデビューさせていきたいと思います。 OK です。では行きましょう。はい、ということでこんな感じ。周平やっぱね、ショート適正 C あるんで、これがね、前回継承してはいけない理由として挙げさせていただいたんですけども、まあ、とりあえずね、先頭バッターどんな感じで打ち取れるかですね。松葉さん、打者一人やけど、定時で上がってくれ、しっかりと。オッケー、定時で上がっていく。では、福弘人さん、見せつけていきたいと思います。いでよ、スピ解放、福弘人。はい、中日ドラゴンズに福来たる。いやー、あのね、難病を乗り越えて今年復活してくれましたよね。では見していきましょう、福弘人さんの強さ。まずはね、ツーシームからいきたいと思います。ベストピッチがかなり大事になってきます、福さん。で、その後にこの動くまっすらです。はい、これですよ。やっぱこの回転のある福弘人さんがね、最高級に強いんです。で、これツーシームしっかりと入れていって、最後ね、外のボール球。うおーっと、しっかり見極めていく。で、ここのね、カットをね、振らすんですよ。これが福さんの魅力。うわ、マジか。めちゃめちゃうまいやん、相手。さあ、ツーシーム。これ振るでしょ。はい、これなんです。もうね、ツースリーになったらあれ振らざるを得ないんでね。で、次は、ストライク入れていくと。いや、えぐい。やっぱ強いんよ。これ、ベストピッチをね、全球出したらめちゃくちゃ強いんで、福さん。で、カットボールも打ちいっぱいに。OK。で、この後にね、この辺からスライダー入れていくんすよ。おーしよしよしよし。で、最後、見逃し三振取りたいな。大谷から美濃さん取ったら最強。取って取って取ってって ってあら、消えぐーい。やっぱ福さん最高です。じゃあもう一試合行きましょうか。では、ラスト試合行きたいと思います。相手さんの名前、勝率3割3分4厘って、なんで阪神関係ないやろというやつを狙ってるんですかね。ということで、しっかりとね、この試合も福さん、しっかり抑えさせていただきます。まずはね、先頭バッターだけ打ち取りましょうか。やっぱ福さんね、中日純正にとって結構必須級のピッチャーではあるんで、持ってない人はね、しゃあないかもしれないですけども、持ってる人はね、もうほんまにスピ解放していきましょう。では、エスコンフィールド、福ヒロト、お願いします。で、普通にステータスもね、やっぱこっちの方が高いんで、断然。じゃあ、まずツーシーム。うわぁ、やっぱこれ振るんですよ。今のもね、マッスラーでね、存在を知っているんで、あんなボール球でも振っちゃうと。で、次はね、そこから入れていく。あ、ちょっとボール球がもう一丁。やっぱこのストレート A ね。これがほんまに魅力的。で、次、来ると思いきや、ボール球ー。やっぱ福最強やわ。